今日は理学屋で行う代表的な手技を対別して6つご紹介します。それぞれのやり方や効果についてお話しします。1番目、警察ですね。まず一番最初に行うことですけれども、これから始めますよという合図でもありますし、血行を良くしてマッサージの効果を高めるという効果があります。痛みのない警察から始めることによって受ける方の緊張をほぐしてリラクゼーション効果を高めます。そしていろいろな手技を受けるのに対して、準備をしますね。効果が高まるようになります。そして血行を良くする場合には、末端から心臓の方に向かって撫でていきます。逆に心臓の方から末端の方に向かって撫でると神経の痛みを抑える働きがあります。2つを行うことによって循環器系に作用して新陳代謝を高めるという働きもあります。2つは知覚神経を刺激して皮膚温の上昇や筋力の強化、内臓機能の調整などの反射作用を誘引します。次は揉む。揉む、充熱するということですね。充熱法、ふくらはぎなんかが分かりやすいですけども、このように挟んだりして揉んでこねるやり方ですね。このように揉むことによって血行を良くして痛みやこりを和らげて、疲労を回復します。充熱によって筋肉中の血行やリンパ液の循環を良くして筋肉の運動能力を高めます。このようにお腹の充熱などでは皮下脂肪の減少を目的として行います。次は圧迫法ですね。この手のひら全体で行う場合もありますし、いわゆるつぼ押しですね。このように親指とかポイントで押すのも、これまあ圧迫法ですね。圧迫法の効果としては、このように短い感覚でやっていくと循環を良くして神経や筋肉を活性化させます。逆に持続的に長く行いますと神経痛を抑えたり、筋肉のこりを和らげる働きがあります。次は高打法になりますね。叩く。この規則正しく軽く早く叩くというふうにしますと、神経や筋肉に作用して血流を改善します。高打法には若々しく健康な皮膚を作るという効果もあります。次は新鮮法ですね。このように揺すってほぐす牽引性の新鮮法ですけれども、これはリラクゼーション効果や血管を拡張して、動脈の血流を良くする働きがあります。緊張性の頭痛や肩こり、首こり、胃痛、手足の冷えなどに効果があります。
は運動法ですね。関節をいろんな方向に動かします。いろいろな方向に動かすことによって関節内の血行を良くして、また活液の分泌を促します。関節が硬くなるのを防いだり、関節の老化を防ぎます。このように動かすことによって関節の可動域を広げたり、マッサージの効果を高めたりします。